り霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は食べ物にまつわる雑学70選をお届けします。我々の生活とは切り離せない食住の一角を担う食についての知識を深め、さらに豊かな暮らしを目指していけたらと思います。雑談のネタになれば幸いです。以下、目次となります。では早速参りましょう。ゆっくりしていってね。日本で初めてカツカレーを発案した人物は、元読売ジャイアンツの千葉茂選手です。千葉選手は、東京の銀座にある行きつけの飲食店グリルスイスで、カレーにトンカツを乗せてほしいと店主にお願いしたのがきっかけでカツカレーが誕生しました。コッペパンはフランスパンの仲間に分類されています。フランスパンという呼び方は日本独自の呼び名で、フランスではその細長い形状から杖を意味するバケットという名で呼ばれます。さらにフランスのパンには種類があり、バケットより少し短いパンをバタール、さらに短いパンをクッペと呼びます。このクッペに形が似ているということで、コッペパンという名前になったと言われています。インドではカレーという言葉自体が存在しません。カレーの語源は、インドの一部地域で食事を意味するカリという言葉だと言われており、料理名を指す言葉ではありません。マスクメロンのマスクとは、顔につけるマスクではなく、ムスクジャコウのことです。見た目から名付けられた名前ではなく、ジャコウのようないい香りがするという意味で、マスクメロンという名前が付けられました。ちなみに、メロンのつるが T 字の形に残されているのは、一本のつるから一個のメロンしか作られていないという高級品の証なのだそうです。日本の蕎麦が普及し始めたのは鎌倉時代のことで、当時の蕎麦は蕎麦がきと呼ばれる蕎麦粉を練って団子状にしたものでした。その後、江戸時代に入り小麦粉が混ぜられるようになり、麺状にして食べられるようになりました。麺状になった蕎麦は蕎麦切りと呼ばれていましたが、蕎麦といえば蕎麦切りの方が一般的になっていきました。チョコチップクッキーは、焼いている間にチョコが溶けて混ざるであろうと想定したものの、そのまま形が残って焼き上がったことがきっかけとなり生まれました。初めからチョコを溶かして生地に混ぜていたらチョコチップクッキーは生まれず、あえて手を抜いたことで誕生したと言えます。食品衛生法の入刀奨励では、マイナス18度以下で保存されているものは品質の変化が極めて少なく、賞味期限の記載を省略しても良いということになっています。つまり、製造から店頭に並ぶまでマイナス18度以下で管理されているアイスクリームの賞味期限は無期限です。ただし、ご家庭の冷蔵庫は開け閉めが多く温度が変化しやすいので、2、3ヶ月以内にお召し上がりください。英語圏でハンバーグというと、ドイツのハンブルグの地名を指す言葉になってしまいます。海外でハンバーグを指す言葉はハンバーガーステーキとなり、日本でもハンバーグステーキというメニュー名はありますが、和製英語のため海外では通じません。お祭りなどで見かける瓶ラムネは、かつてコルクで栓がされていましたが、コルクでは空気が抜けてしまい、炭酸飲料の蓋に使う素材としては不向きでした。そこで、代わりとして白羽の矢が立ったのがビー玉でした。一見ビー玉では安定せず、栓にはならないと思いきや、ラムネの炭酸によって内側から圧がかかり、ビー玉が押し上げられることでぴったりと栓の役割を果たしています。さらに、飲む時には瓶が傾きビー玉がずれて自動的に開閉できるという機能性もあります。焼き鳥の文化は江戸時代頃から広まっていったとされていますが、もともと焼き鳥といえばスズメの肉が一般的でした。現代ではスズメを食べること自体考えにくいですが、当時は稲作の繁栄に伴って田んぼの数が増えており、稲を食べてしまうスズメは農家にとって天敵でした。そこで、スズメを捕らえて焼き鳥にしていたと言われています。やがてスズメの数が減っていき、安価な鶏の肉を使うことが一般化していったとされています。気温の高い日が続く夏場は、冷たい食べ物やデザートが欲しくなります。しかし、意外にも日本で最もアイスの消費量が少ないのは沖縄県です。アイスは甘さが強いため、食べた後に喉が渇きやすく、沖縄のような暑い地域ではアイスがあまり食べられない傾向にあるようです。チーズに開いている穴はチーズアイチーズの目と呼ばれます。これは、チーズの原料である牛乳を絞る際に、牛が食べた干し草の粒子が混ざることでできるとされています。
その昔、チーズの穴はネズミにかじられてできたものだと勘違いされており、アニメなどでネズミの好物がチーズであるような描写がされますが、ネズミはほとんどチーズを食べません。料理の味の濃厚さや味わい深さなどをコクがあると表現されることがありますが、この語源は中国であると言われており、漢字ではコクと書きます。一見料理の味を表すには適さない字に思えますが、中国語でコクは穀物が熟したことを意味する漢字であり、熟した味や濃厚な味を表しています。ラーメン大国である日本では数々の人気店がひしめき合っていますが、近年では台湾混ぜそばの認知度も上がり、専門店も登場しています。そんな台湾混ぜそばは、愛知県の名古屋市にある麺屋わなぎによって考案されたのが元祖とされています。名古屋にはもともと老舗ラーメン店の味仙があり、台湾出身の店主が日本人向けに作った台湾ラーメンが有名です。そして、その台湾ラーメンの混ぜそば版として台湾混ぜそばと名付けられました。1960年に発売されて以来、丸宮ののりたまは大人気商品であり、ふりかけの定番とも言えます。名前の通り、原材料には海苔と卵が使われているほか、ごまやサバの削り節、醤油、鶏肉など、多くの旨味成分が含まれており、こしあんまで使われています。こしあんがどのように素材に使われているのかまでは企業秘密なのだそうです。ペヤングソース焼きそばは、1975年に群馬県の丸花食品から販売が開始され、現在でも人気を誇るロングセラー商品です。当時、カップ麺はインスタント麺に比べて高価であったため、若年層への受けが難しかったそうです。そこで、若者カップルで分けて食べてほしいというメッセージを込めて、ペアとヤングを組み合わせたペヤングという造語を商品に名付けました。エビチリは、テレビ番組料理の鉄人で一躍有名になった陳建一の父陳建民が考案した料理です。陳建民は日本に帰化しており、四川料理の父として称えられ、幅広い活躍をしました。そんな彼は中華料理を日本人向けの味にアレンジすることが得意で、本場の辛さを和らげられたエビチリもそのレシピの一つです。カフェインと聞くとコーヒーに多く含まれているイメージが強いですが、お茶にもカフェインは含まれています。お茶に含まれるカフェインは、早く摘まれた茶葉ほど多く含まれており、最も若い芽で抽出される玉露ではコーヒーの倍以上のカフェインが含まれています。コーヒー 100ml に含まれるカフェインが 60mg なのに対し、ウーロン茶では 20mg、紅茶は 30mg、玉露では 160mg もカフェインが含まれています。人間が1日に摂取できる安全なカフェイン量は 342mg 体重 60kg の成人となってますので、摂りすぎには注意しましょう。卵は、鶏の体内の卵管と呼ばれる管の中を卵黄が卵白をまといながら通っていき、排出前に殻で覆われて出来上がります。鶏は成長すると卵管が太くなるため、卵管の太さに合わせて卵白の量が多くなり、出来上がる卵も大きくなります。卵には S、M、L とサイズがありますが、黄身のサイズはほぼ変わらず、白身のように違いがあるのです。お弁当などでグリーンピースが乗ったシューマイを目にしますが、これは日本特有のものです。シューマイにグリーンピースを乗せ始めたのは昭和30年代のことだと言われており、学校給食の献立にシューマイが取り入れられる時に、いちごのショートケーキからヒントを得てグリーンピースが乗せられたのが始まりだとされています。そして、飾りとしてだけではなく、栄養価も加味されグリーンピースの乗ったシューマイが定着していきました。夏になると食べたくなるうなぎは、夏バテ予防にも効果的な栄養を多く含んでいます。実はそんなうなぎの血液にはイッチオヘモトキシンという毒が含まれています。そのためうなぎは必ず加熱調理され、生や刺身で食べられることはありません。うなぎの毒に当たると、嘔吐や呼吸困難を引き起こし、大量に摂取すると最悪命を落とすこともあるそうです。たい焼きは天然のものと養殖のものの2種類に分類されます。1匹ずつ焼くタイプの金型で作ったのが天然もの、6匹以上まとめて焼けるタイプの金型で作ったのが養殖ものという風に分類されます。天然ものの方が手間はかかりますが、焼き上がりがサクサクに仕上がると言われています。ホットドッグは、19世紀中頃にアメリカへ移民したドイツ人がソーセージを持ち込んだことが始まりだとされています。当初、
ホットドッグはソーセージだけで売られていましたが、熱いソーセージを掴むために貸し出していた手袋を持ち去られてしまうことが頻発しました。そこで、素手で持てるようにパンに挟んで売られるようになったと言われています。日本農林規格 JAS 規格の乾麺類品質表示基準によると、機械で作られた乾麺の場合、そうめんの太さは直径 1.3 ミリ未満とされています。それよりも太い直径 1.3 ミリ以上 1.7 ミリ未満は冷や麦、1.7 ミリ以上はうどんという風に分類されています。パンは、キリスト教の宣教師によって1600年頃にポルトガルから鉄砲とともに日本に輸入されました。当時、海外から日本へと入ってくるものは中国を経由して輸入されていましたが、パンはどこの国も介さずに日本へ入ってきたと言われており、日本へ直接入ってきた最古の外来語がパンであるともされています。お弁当や洋食店などで見かけるウインナーは、表面に切れ込みが入っているのをよく見かけますが、この切り込みは日本独自のものです。この切り込みは単に飾りや、火を通しやすくするための図物ではなく、箸で取るときに滑りにくくするためのものです。ちなみに、初めてウインナーに切り込みを入れたのは料理研究家の直美智子さんで、彼女はタコさんウインナーを考案した人物でもあります。食品表示基準では果汁 100% のものだけが〇〇ジュースと名乗っても良いことになっており、果汁が 100% に満たないものはジュースという名称で販売することはできません。また、パッケージに関しても、果汁 100% のものは果実の断面のイラストを使用できることになっており、果汁が 100% に満たないものは断面のイラストは使用できないものの、表面のイラスト使用は認められており、さらに果汁 5% 未満のものでは果実表面のイラストも使用できないという決まりになっています。ジャガイモの原産地はアンデス地方で、日本に輸入されたのは1598年のことだと言われています。この時にジャワ島のジャカルタ当時はジャカトラと呼ばれていたを経由して日本に伝来しており、ジャガタライモと名付けられました。ジャガタライモの呼び名がだんだんなまって今のジャガイモへと変わっていったのです。1888年に、千葉県で13歳の少年がゴミ捨て場で自生している梨を偶然発見しました。それが新種の梨であり、新太白という名前が付けられました。その10年後、明治時代の教育者で農学士である渡瀬虎次郎によって20世紀梨に改名されました。その名前には20世紀で梨の王様になるだろう、という願いが込められているのだそうです。今となってはドーナツといえばリング型の形が一般的ですが、もともとドーナツには穴が開いていませんでした。ドーナツの起源はオランダのお菓子であるオリークという円形の揚げ菓子の上にくるみが乗せられたものでした。このお菓子がヨーロッパからアメリカへと渡った際に、調理時間の時短のために穴が開けられるようになり、くるみがなくなっていったと言われています。日本で餃子というと、鉄板で調理する焼き餃子が真っ先に思い浮かびますが、本場中国では水餃子の方が主流なのだそうです。餃子を焼いて食べるのは、水餃子の残り物を翌日食べる時くらいだという話や、丸底の中華鍋では焼き餃子を作るのにそもそも適していないなどの理由があるといいます。チョコレートの原料となるカカオには、テオブロミンという毒素が微量ながら含まれています。その毒素は、チョコレートに加工した後も 0.5 から 2.7% 含まれていると言われており、過剰に摂取するとチョコレート中毒となり、脱水症状や過度の興奮状態、心拍数の低下などの症状を引き起こすのだそうです。犬にチョコレートを食べさせてはいけない理由がこのためで、代謝の低い動物は少量で中毒症状を引き起こしてしまうためです。もんじゃ焼きの起源は江戸時代に遡り、関西で流行っていたお好み焼きが関東へと持ち込まれた際に、出汁を入れすぎて生地が緩くなってしまったことから誕生したと言われています。もんじゃ焼きは失敗から生まれたものの、その生地の緩さを利用し、鉄板の上に生地で文字を書いて焼き、子供たちに文字を教えていたことから文字焼きと呼ばれていました。東京の下町の駄菓子屋を中心に文字焼きの認知度は上がっていき、やがてもんじゃ焼きと呼ばれるようになったと言われています。
日本ではチョコレート生地を全体の 40% 以上使用したもののうち、クリームが 10% 以上、水分が 10% 以上となるものを生チョコであるという規格があります。しかしこれは日本限定の規格であり、海外では生チョコという言葉自体なく、一般的にガナッシュと呼ばれます。ガナッシュとはフランス語で間抜けという意味で、とある調理人がチョコレートに誤って熱した生クリームを入れてしまった際に、シェフからガナッシュと怒鳴られたことが由来でこの名が付けられたと言われています。しゃぶしゃぶはもともと牛肉の水炊きという名称で、関西を中心に人気を博していました。そんな中、大阪にある末広という飲食店が牛肉の水炊きをメニューとして出す際に、従業員がたらいでおしぼりをすすぐ様子が牛肉の水炊きに似ていたことから、おしぼりをすすぐジャブジャブという擬音からしゃぶしゃぶという料理名に命名しました。チョコレートの語源は、ショコラトールという言葉で、これはメキシコ語で苦い水という意味があります。チョコレートの原型は、カカオ豆の煮汁を唐辛子などで味付けしたものであり、メキシコの原住民が薬として飲んでいた文化がありました。そのため、チョコレートの元祖は甘くもなく、固形でもなく、今とは全く違うものでした。柚子胡椒は、柚子の風味とピリッとした辛味が癖になる薬味で、焼き鳥などの鶏料理には欠かせない相棒です。そんな柚子胡椒は、みじん切りにした柚子の皮に塩と唐辛子を合わせて熟成させたもので、胡椒は使われていません。柚子胡椒の発祥は九州地方で、九州では唐辛子のことを方言で胡椒と呼んでいたために、柚子胡椒の名が付けられています。納豆と卵といえば、日本の食卓ではいわば様式美とも呼べる定番のコンビですが、実は栄養素の面で見ると混ざることは好ましくありません。納豆には髪や皮膚の健康を守るビオチンビタミン H というビタミンが含まれており、卵の卵白にはアビジンというタンパク質が含まれています。この2つの栄養素が結合すると、体内への吸収を妨げてしまい、吸収率が低下してしまうというデメリットがあります。木枠の型で成形されたお寿司を棒寿司と呼び、その中でもサバを使った寿司はバッテラと呼ばれますが、本来はサバ寿司を指す名称ではありません。バッテラが誕生したのは1891年のことだと言われており、当時は大阪湾で大量に獲れたこの白という魚を酢で締めて寿司にしたものをバッテラと呼んでいました。そもそもバッテラとはポルトガル語で小舟を意味する言葉であり、この白の切り身が小舟を上から見た形に似ていたことから名付けられたと言われています。鶏肉の間にネギを挟んでいるからネギマだと思われがちですが、実は違います。もともとネギマとは、ネギとマグロを煮込んだ鍋料理のことを指す言葉でした。その後ネギマは、鍋料理から、串に刺して焼く料理へと変化していきましたが、時代とともにマグロが高級なものになり、次第にマグロの代わりに低価格な鶏肉が使われるようになりました。いつしかマグロの存在は忘れられ、名前はそのままに今のネギマの形になっていったのです。その昔、トマトには毒があると思われており、食用ではなく観賞用の植物として栽培されていました。一説によると、空腹に耐えかねた青年がトマトを食べてしまったところ、美味しく食べることができたことがきっかけとなり、食用として広まったと言われています。博多の塩でおなじみの博多島は、瀬戸内海に浮かぶ、愛媛県今治市の島です。商品名に大々的に地名が入っていますが、博多の塩の原産地はメキシコやオーストラリアであり、商品パッケージにも書かれています。輸入された塩は瀬戸内海の海水に溶かされ、海のミネラルを含ませた濃い塩水を作り、不純物をろ過した後、自然乾燥されて博多の塩が出来上がります。博多の塩という商品名は、博多の塩田を復活させ、博多の自然塩を残したいという思いから命名されたそうで、消費者運動で国会へ請願するときには5万人を超える人々の署名が集まったのだそうです。おかきやせんべいなどの米菓は、日本人にはとても馴染みの深いお菓子ですが、その呼び名の違いを説明できる人は少ないのではないでしょうか？実は、その違いは原料にあり、もち米で作られたものがおかき、うるち米で作られたものがせんべいと、分類されます。ちなみにあられはもち米でできており、おかきよりも小粒なものをあられと呼ぶようになったそうです。ウインナーとソーセージは、厳密には同義ではなく、ソーセージというカテゴリーの一種にウインナーが存在します。まず、動物の腸に肉を詰めたものを総称してソーセージと呼ばれます。
その中でも、羊の腸に詰めたものがウインナーソーセージと呼ばれます。豚の腸に詰めたものはフランクフルト、牛の腸に詰めたものはボロニアとなります。大根おろし特有の辛味はアリルイソチオシアネートという成分によるものです。この成分は、大根を切ったりすりおろしたりすることで細胞が壊れ、化学反応を起こし発生します。特に、地中の虫や微生物に狙われやすい先端部分の方には成分が多く含まれており、辛味も強く感じますが、イソチアネートは揮発性があるため時間が経つと辛味が減っていきます。自動販売機は飲み物はもちろんのこと、お菓子や食べ物を売っているものも多数存在します。そんな中で、東京と九州とを結ぶ東急フェリーの中には、握り寿司の自動販売機が設置されています。お寿司は冷凍された状態で販売されており、備え付けられている電子レンジで温めてから食べられるそうです。ポン酢の名称は、蒸留酒に柑橘類の果汁を加えたオランダ発祥のカクテルポン酢に由来します。ポン酢は、江戸時代には長崎の出島に伝わっており、後に柑橘類の果汁に酢酸を加えて調味料にしたものが広まっていきました。そして今では、日本食に欠かせない調味料の一つになっているのです。ちなみにポンジュースのポンは関係なく、日本一になってほしいという願いから日本のポンなのだそうです。中華料理屋などでラーメンを注文すると、器に渦巻き模様が書かれているのをよく目にします。あの模様は雷紋と呼ばれ、古くから中国の建造物や磁器にあしらわれていました。そして、中国の磁器が日本に持ち込まれ、石川県の伝統工芸品である九谷焼がそれを取り入れたことで模様が有名になり、ラーメン丼にも取り入れられるようになったと言われています。お刺身に添えられている菊の花は、ただの飾りではなく、お刺身と一緒に食べるのが正しい食べ方だとされています。菊にはグルタチオンという殺菌作用のある酵素を増やす効果があり、食中毒を予防する働きがあります。食用菊の栽培が盛んな地域では、菊の花をおひたしにして食べる文化もあります。お茶漬けといえば長谷園の海苔茶漬けが定番ですが、具材にあられが使われているのが特徴です。もともと、発売当初はあられは使われておらず、当時の技術では商品を密閉することが難しく、中身がしけってしまうことが問題となっていました。しかし、商品開発においてあられを具材に使ったところ、偶然にもあられが乾燥剤の役割を果たし、しける問題も解決できたのだそうです。マグロの中落ちと呼ばれる骨の隙間の赤身や、皮の裏にある脂身などをこそげ落として叩いたものをネギトロと呼びます。ネギと聞くと野菜のネギを連想しますが、ネギトロとは関係がなく、マグロの身をスプーンでそぎ落とすことをネギルやネギトルと言っていたことが語源となり、ネギトロと呼ばれるようになっていったと言われています。精進料理は、仏教の戒律によって煩悩を刺激することを避けるために、禅宗の修行僧によって始められました。主に、野菜や豆などの植物を中心にしたメニューになっていますが、野菜が全て許されているわけではありません。精進料理では三円五君を食すことを禁じられており、三円とは肉取り魚を指し、五君とはニラネギニンニク玉ねぎ生姜を指します。五君の食材には需要競争効果があり、煩悩を刺激するため、修行の妨げになると考えられているのだそうです。ブドウにはワイン用のものと生食用のものと二つの種類に分けられます。甘いものの方が生食に向いているように感じられますが、糖度で言うとワイン用のものの方が数値が高いと言います。しかし、ワイン用のブドウは実が小さく水分が少ない上、酸味も強いためにそのまま食べるには向いていないようです。スーパーやコンビニなどでも見かける炭酸水のウィルキンソンは、兵庫県西宮市にある天然の炭酸鉱泉から採取できる日本原産の炭酸水です。最初に発見したのは1889年頃のことで、日本に定住していたイギリス人のジョン・クリフォード・ウィルキンソン氏によって発見され、その名が付けられました。水質を調査したところ飲料としても医療的にも良質であることがわかり、1890年には販売が始まったそうです。お菓子感覚で手軽に手に入るのど飴ですが、実は食品医薬部外品医薬品の3種類に分類されます。その中でも、医薬品に分類されるものには注意すべきルールがあります。医薬品ののど飴の場合、1日3個まで薬服用に2時間の間隔を空けるなどの用法用量を守る必要があり、取りすぎると副作用を起こす恐れがあります。
コンビニなどで手に入るものは大丈夫かと思いますが、一応パッケージはチェックしましょう。プリングルスの製造元であるプロクター&ギャンブル社は、過去に裁判を起こし、その結果プリングルスはポテトチップスではないという判決が下りました。この裁判には税金事情が関わっており、製造元のイギリスではポテトチップスは軽減税率の対象外であり、税金を軽減するためにポテトチップスではないという証明が必要でした。そこで決め手となったのが、原料のジャガイモが含まれている割合であり、イギリスでは原料の 50% 以上をジャガイモが占めていることが、ポテトチップスと呼べる条件であることに対し、プリングルスの原料に含まれるジャガイモは 42% でした。辛くもプリングルスは裁判に勝利し、税金の軽減に成功しました。三島食品から販売されている赤しそのふりかけゆかりは、1970年に発売が開始されてからふりかけの定番の一つとしてロングセラー商品となっています。その製品名の由来は、古今和歌集の中の和歌の一つで、一本の紫草への愛情はその地に生える草花すべてへの愛情につながるという一節があり、人や物をつなぐ縁の色は紫色であると表現されていました。そして、縁はゆかりとも読めることから、ふりかけが紫色をしていることと、お客様との縁を大切にしたいとの思いをかけてその名が付けられたといいます。赤味噌と白味噌の原料はどちらも変わりありませんが、製造の過程で蒸すか煮るかの違いがあります。大豆は高温で蒸されることで酵素が活発化して褐色に色を変えていきますが、煮て処理をすると化学変化が抑えられて色の変化も少なくなります。つまり、かなりざっくりというと、蒸すと赤味噌に、煮ると白味噌ができるということです。お米の品種名にはコシヒカリや秋田小町など、カタカナのものとひらがなのものがありますが、これにはかつてルールが存在しました。そのルールとは、国が開発した品種であればカタカナ表記、各都道府県が開発した品種はひらがな表記にするというものでした。しかし、1991年に国の開発で誕生した一目惚れがひらがな表記にしたことでルールが崩壊し、それ以降表記は自由になりました。我々の身近で食べられる鴨肉と呼ばれているものは、ほとんどがアヒルの肉だと言います。もともと、野生のマガモを飼い慣らしているうちに、体が大きく翼の小さい個体が生まれ、食肉用に品種改良されていったのがアヒルです。新カモは高級食材でしたが、アヒルは繁殖力が高く、肉質も柔らかいことから食用に向いており、また、アヒルとマガモを交配させて誕生したのがアイガモで、飲食店に流通しているカモ肉はこのアイガモがほとんどです。おにぎりやお寿司など、日本食では馴染み深い海苔ですが、海外では消化に悪い食べ物だとして挙げられています。アメリカの国立バイオテクノロジー研究センターによると、日本人の腸内にしか存在しないバクテリアが発見され、それによって世界で日本人だけが海苔を消化できる体質を持っていると言われています。日本人は古くから海苔を食べる食文化があったため、独自の進化を遂げたのだと考えられます。ピザといえば高カロリーで、ジャンクフードの代表格とも言える存在ですが、ピザ大国アメリカではピザは野菜であるという見解が認められています。アメリカでは学校給食にもピザやハンバーガーなどの高カロリー食が提供されており、国民の肥満度が深刻化し、子供たちの3人に1人は肥満だと言われています。そこで政府は、学校給食に野菜やフルーツなどヘルシーな食材を取り入れようと試みました。しかし、ジャンクフードの起用とつながっている議員たちはこれに反発し、ピザにはトマトソースがかかっているため逆にヘルシーである、という謎理論をぶつけました。そして残念なことに、2011年に行われた改正歳出予算案の中で、給食における大さじ2杯のトマトソースがかかっているピザは野菜であるという主張が認められてしまいました。数あるチーズの中でも、青カビによって熟成させるブルーチーズは独特の風味を持っており、好き嫌いが大きく分かれます。世界で三大ブルーチーズと呼ばれるものの一つに、イギリス原産のスティルトンチーズという種類のチーズがあり、これを食べると悪夢を見るという風に言われています。2005年に英国のチーズ委員会が行った就寝前に食べたチーズと夢の関係という調査によると、他のチーズに比べてスティルトンチーズを食べた時に悪夢を見る確率が高かったという結果になりました。一説によると、スティルトンチーズに豊富に含まれているビタミン B6 の効果で夢を呼び起こしているのではないかと言われています。
キンマックナゲットが開発されたのは1979年のことで、鶏肉を油で揚げたメニューを取り入れることまでは決まったものの、肝心の衣の開発に苦戦していました。そこで目をつけられたのが、日本の天ぷらであり、天ぷらのサクッとした食感を再現させるために天ぷら粉を参考にしたオリジナルの粉が開発されました。そして、食べやすい一口サイズの骨なしチキンにすることで、今もロングセラー商品となっているチキンマックナゲットは完成しました。ご飯のお供としておなじみのふりかけは大正時代初期に、熊本の薬剤師である吉丸末吉氏によって開発されました。当時は満足に栄養が取れる食生活が送れなかったこともあり、健康をサポートするための栄養補助食品として考案されました。そこで開発されたのが、カルシウムを豊富に含んだ魚の骨を粉末状にしたものが混ぜ込まれたご飯の友という商品で、現在も販売されています。ニンニクを房の状態から粒の状態に分け、皮を剥いてレンジで加熱すると高速で回転します。ニンニクの粒は半月状の形をしており、表面が硬く、芽の出る先端部分の実が柔らかくなっています。これらの条件により、加熱時に内部で発生した水蒸気が柔らかい先端部分から勢いよく吹き出し、ニンニクを高速で回転させるというメカニズムです。タルタルソースのタルタルとはモンゴルの遊牧民であるタタール人が由来しています。主に東ヨーロッパではタタールと呼ばれていましたが、西ヨーロッパではギリシャ神話の神タルタロスにちなんでタルタルと呼ばれていました。そして、ヨーロッパに伝わったタタールの料理のうち、タルタルステーキと呼ばれる肉料理があり、調理の工程で肉をみじん切りにする様から、食材をみじん切りにして混ぜるタルタルソースの名が付けられたと言われています。つくねもつみれは、どちらも肉を団子状にした食べ物ですが、その違いは材料ではありません。つくねの語源は、こねて丸めるという意味のつくねるという言葉であるのに対し、つみれの語源はつまみ入れるという言葉がなまっていったとされています。どちらも肉をこねて生地を作る工程は同じですが、その後、手で形を整えたものがつくねで、スプーンなどで一口大につまんで鍋などの中に入れるとつみれとなります。コーヒー豆には様々な名前が付けられていますが、それは生産された地域を判別するための呼称です。エチオピア産のものにはモカ、タンザニア産のものはキリマンジャロ、ジャマイカ産のものにはブルーマウンテンのように、いわばブランド名が付けられますが、コーヒー豆の品種自体はアラビカ種とロブスタ種の2種類しかありません。世界的に見るとアラビカ種の方がシェア率は高いようですが、インスタントや缶コーヒーには苦味の強いロブスタ種が使われていることが多いそうです。中国の古い文献によると、肉まんが初めて登場したのは三国志の時代のことで、その考案者は軍師諸葛亮孔明であるとされています。その昔、露水という川が氾濫し渡ることができなくなった際に、その土地の言い伝えで、この川には神がおり、49個の人間の首を捧げれば川は静まるという話を孔明は耳にします。そこで孔明は、小麦粉で作った川に肉を詰め、人の頭にかたどったものを川へと沈めました。その結果、川の氾濫が収まったという逸話があります。これに蛮族の頭を意味する蛮頭と名付けましたが、毎回川へ沈めるのはもったいないということで、備えるだけにして食べるようになりました。そして、蛮頭の蛮の字は、食べ物を意味する蛮の字に変わっていき、蛮頭という言葉が生まれました。ここまでご覧いただきまして、ありがとうございます。食べ物の雑学70選、お楽しみいただけましたでしょうか？知って得した話から、知らなくても良かった話まで様々あったことでしょう。楽しく知識を深めて、今後も素敵なグルメライフを送っていきましょう。